坂本、小林あゆみ、吉見姉妹の対戦となった1回戦 B グループは、姉のあゆみがターキースタート、それを妹吉見と坂本が追う展開で、ゲームは第4フレーム。もう一つ続けるとね、はい、まだ、はい、どうだ、追いかける体勢に、きちんとポケットにね、でしょうね、はい、ついて、ストライクかなとね、思ったところでしたが、アンラッキーな9本カウントでしたね。はい、さあ、そして、右のレーンに移って、また来たか、うわー、強い。ね、すごくいい感じですね。ですね、はい、うん、こうなってくると、はい、ね、小林よしみプロの方もあのワイルドカードがね、今回いくつぐらいになるかというところなんですが、まあ、1回戦のスコアがね、はい、第2位が226ですから、出だした、はいはい、もしかしたらちょっとワイルドカードのスコア高くなるんじゃないかなという予測はありますね。やっぱりこの第4戦というのは、はい、この1回戦特にプレッシャーかかるんですよね。おお、はい、あの、うわー、いったー、というのはこの1回戦で、はいはい、第3位になると次戦出場が、ね、停止ということ で、 そうなんですよ、ね、最終第5戦を投げられないということが、ね、決まってしまうので、はい、あの悪くても2位には入っておきたいでしょうね、はい、そのプレッシャーは選手にとって大きいですね。さあ、坂本が今度はどうか、曲がりきれません。小林姉妹に挟まれて、この坂本がスタートからちょっとつまずきました。さて、こちらはどうか、ん、いやー、取った取った取ったリリースの時にね、2回ボールが床に当たってしまったということでの失投だったんですが、本人の中ではね、すごくラッキーだなと思いますよ。さあ、これどうだどうだ、ダーター、うん、これは本当にあのグループ A と同じように一人が置いていかれるという、はい、そうですね、投球になっています。やー、取った。この後ゲームはますます目が離せない展開に。